双眼鏡を覗き込み山の斜面を見ている男性。今後雪崩発生したとしても道路流出の恐れはないというふうに判断いたします。はいはい、国道を雪崩から守る雪崩パトロール隊です。雪の底から崩れる雪崩の発生状況を見ておりました。湯沢町から、県境までを、パトロールを行っております。長岡国道事務所湯沢出張所では、冬の時期はほぼ毎日雪崩パトロール隊が国道17号沿いにある山の斜面を監視しています。国道17号においては関東との物流の拠点、新潟県の窓口というような形になっておりますので、ここを死守すると。国道を雪崩から守るパトロール隊の役目は目視による警戒だけではありません。雪を使った予防策も行っています。堤防を作りまして、雪崩を阻止するというような対策をやっているところです。雪崩が起きた際の流れを予測した上で、斜面の雪を掘り起こし、雪堤と呼ばれる雪の壁を作ります。この雪堤が流れてきた雪をせき止めることで、雪崩を防いでいるのです。雪でまあコントロール、雪をコントロールするというような形。また、雪の硬さなど、日々雪の状態も観察している雪崩パトロール隊。実は、この冬のある天候の特徴が雪質に影響を与えていました。黒っぽく見える、これは融解したそうなんですけども、やっぱり降雪後に気温上昇と雨があったんですね。で、弱い層が中間に入ってしまったというところが一つポイントかなと思います。雪崩の危険性を高めるのが刻々と変化する気象条件です。今年は大雪の後気温が3月並みに上がり、雨が降るなどしたため、水っぽく緩い雪の層が発生。その上にさらに雪が積もると、雪崩発生の恐れがあります。このため、今後雪解けまでの間、斜面の近くを通る際は、車に乗っていても注意が必要だということです。雪の塊でもですね、落ちてくると、前方の車両がですね、急激に止まったりとか、そういうこともありますので、スピード、そして車間距離というのを十分に取っていただいて、通行していただければと思います。また雪の切れ目から斜面が見えたり、雪の塊が転がってきたりするのは雪崩の前兆である可能性があるため、発見した場合は自治体や道路管理者に連絡をするよう呼びかけています。今週末、再び大雪が予想されている県内。今年の冬は、天候の変化に注意しながら、雪崩から身を守る行動が求められています。